ここでは養殖の牡蠣にマイクロバブルを使っています。牡蠣は出荷前に丸1日水槽につけられます。体内の汚れを取り除き、食中毒の原因となる細菌を殺菌するためなんです。この水槽にマイクロバブルを送り込みます。微細な泡は水と一緒に体内に取り込まれます。泡を発生させてから3時間後、牡蠣の体の内部の汚れがマイクロバブルに付着して水面に浮かび上がってきました。本当ですね。さあ、牡蠣の体はどれくらい綺麗になっているんでしょうか。見てみましょう。うわー、立派な牡蠣だ。牡蠣の牡蠣ですね。こちらは普通の水槽につけておいた牡蠣です。これもなかなか立派ですね。そこで貝の身を開いてよく見てみます、うん。普通の水槽に入れていた牡蠣と比べると、マイクロバブルの水槽の牡蠣は身がかなり白くなってますよね。はい、本当ですね。違いますね。小さな泡が貝の体に取り込まれた砂や汚れをきれいに取り除いたんです。